どうも、どんちゃんです。今日はですね、グレートの福箱が届いたので、こちらを開封していきたいと思います。グレートはですね、スニーカーとかアパレルの福袋で、2万円から50万円の福袋を出してるんですけども、今回購入したのは、2万円の、アパレルの福袋になります。そうですね、オフホワイトとか、ヘロンプレストンとか、フィアオブゴッドとかね、その辺が入ってたらめっちゃ嬉しいですけど、まあ2万円の福袋じゃあこの辺はまず無理でしょう。ということで、そうですね、狙い目としてはまあナイキあたりのアウターとか、あとはパッキンオーサムあたりのね、パーカーとかが入ってたら嬉しいかなっていう感じです。それでは開封していきたいと思います。はい、それでは、開封していきたいと思います。結構なんかいっぱい入ってたですね。福箱っていう感じで、まずこういう紙が入ってます。はい、それでは一個一個開封していきたいと思います。はい、まず1個目、 T シャツですね。こちら、ナイキの T シャツですね。ナイキのジョーダンの T シャツになります。値段が5500円。いきなりナイキ入ってましたね。まあ裏は無地、表は、ジョーダンの写真みたいな感じです。まあ、黒だし、まあ、着れるんじゃないですかね。はい、どんどんいきます。はい、2個目。あ、はいはい、2個目がこちら。はい、ゴルフワンの、T シャツですね。こちら値段が6380円です。まあ、ゴルフワンはね、カリフォルニアのスケートブランドだったかな、確か。はい。まあ、ゴルフって書いてあってね、ゴルフのブランドではないんですよ。一応ストリートブランドですね。まあ、こちらもロゴだけでシンプルなので、まあ、着やすいかもしれないですね。はい。次が、はい、こちらですね。はい、こちら、ホッケースケートボードの T シャツになります。ホッケースケートボードはね、まあ、さっき僕がちょっと言ってたパッキンオーサムの姉妹ブランドだったと思います。こちらもまあ一応ストリートブランドなのでいいんじゃないですかね。まあ表がこういうシンプルなもので、まあ、後ろがこういううずむくまってる少年みたいな感じで、あ、結構これいいな、いいと思います。はい、今のところ T シャツが3枚ですよね。はい、次。はい、また T シャツ。T シャツが何枚入ってるんだろう。はい。はい、というわけで、
こちら、リアム・ホスティスの、T シャツになります。こちら値段が12,000円、結構高めですね。はい、リアム・ホスティスは、ロンドンのストリートブランドになります。まあいいですね、アメリカ系だけじゃなくてイギリス系とかも入ってるっていう、うん、まあ無難な感じですかね。裏はこんな何もなしっていう感じです。はい、次、あ、これいいな、ビリオネアボーイズクラブです。これね、2号がね立ち上げたブランドですよね、あのエイプのね。はい、あ、こちらも値段は8,800円で、うわ、でもこれ、ちょっと待って、なんだこれ、すごいな。はい、これは、なんと、千代の富士の T シャツです。これどうなんだろうな、ビリオネアボーイズクラブは、すごい嬉しかったんですけど、普通に、このロゴのやつだったらね、もうほんと超良かったですけど、千代の富士か、これはなんか、結構大胆ですね。なんか着づらいといえば着づらいし、どうなんでしょう、これは。まあ、値段としては8,800円で結構高めですね。はい。はい、次。6点目。あ、チャレンジャーかな。はい、また T シャツですね。はい、ああ、なるほど、なるほど。これは、チャレンジャーとアイスクリームのコラボ T シャツですね。こちらもまあ、ストリートブランドで、まあ、チャレンジャーがね、まあ、プロスケーターの田口さんっていう人がね、立ち上げたブランドで、アイスクリームはさっきのビリオネアボーイズクラブと同じ2号が立ち上げたブランドになります。あ、これはなんか可愛くていいじゃないですかね。うん、これはめっちゃ好みですね、僕の。金額8,250円です。そうだ、一応なんかね、僕が今回購入したのはLXL っていうね、福箱だったので、まあ、L サイズと XL が混在してる感じですね。はい、ここまで6個で T シャツが入ってましたが、あ、次に、はい、やっと、スウェット的なのが入ってます。これは、なんか派手な感じですね。はい、というわけでこちらが JDN スミスのパーカーになります。あ、めっちゃ派手だな。 JDN スミスっていうとね、ウィル・スミスの息子ですよね。まあ、アーティスト系なのかな。まあ、グレートらしいといえばグレートらしいデザインですね。うん、まあ派手だけど、まあちょっと着てみようかなって感じはします。はい、こんな感じ。あ、金額は案外パーカーにしては安めで12,000円です。はい、でかいな、でかいですね、これ。やっぱきっとアメリカサイズなんで、ね、すごいでかい。はい、次が最後になります。
あ、最後もな、パーカーかスウェットか、こんな感じのものになります。あーこれまさかのジェイデン・スミスかぶりですね。こちらもジェイデン・スミスのパーカーになります。どうなんだろうな、これ微妙といえば微妙、ちょっと可愛い感じですけど、僕向きじゃないかな。はい、こちら金額が 11,550円ですね。はい、ということで全部で8点入ってたんですけども、なんと T シャツが6枚のパーカーが2枚っていうね、なんか結構偏ってるというか、アウターとかパンツは入ってないんだなっていう感じですね。まあ T シャツはね、いくらあってもいいですし、パーカーもね、さっきのこっちなんかは案外僕は好きですね。はい、それでは総額いくら入ってたのかというと、ちょっと今計算してみますね。はい、今計算してみたら77,730円分入ってました。福袋が22,000円なんでね、だいぶお得なんじゃないですかね。結構ブランド直の、福袋ってすごいお得なんですけど、セレクトショップの福袋って意外に2倍ぐらいしか入ってなかったりするんですけど、こちらのグレートのやつはね、3倍以上の値段のものが入ってるんで、結構お買い得だったんじゃないでしょうか。どうなんだろうね、当たりか外れかというと、ちょっとね、アウターの1点ぐらいはね、入ってたら嬉しかったなっていう感じですかね。こんなもんなんでしょうね。50万円の福袋とかだったらね、どうだったんでしょう。50万円のやつはね、200万円相当入ってるって書いてありましたので。でもね、あれも売り切れてたから、買う人がやっぱいるんだなっていう感じですね。はい、じゃあこれから、これを試着していきたいと思いますが、今回ね、もうトップスだけなのでね、パンツの方はもう同じやつで、上だけをどんどん変えて、ちょっと試着していきたいと思います。はい、まずはホッケースケートボードの T シャツから着替えてみました。こちら L サイズですね。なので、結構ジャストサイズっていう感じですかね。シンプルでいいですよね。はい、こちらバックプリントも僕は結構好みですね。はい、次いきます。はい、次はゴルフワンの T シャツに着替えてみました。こちらも L サイズで、幅がちょい狭めで、仕掛けはこの辺まであるんで結構長めっていう感じですね。はい、同じサイズのブランドによって結構形違うなって感じですね。はい、次。はい、ビリオネアボーイズクラブの、T シャツに着替えてみました。こちら XL なのでやっぱりちょっと余裕ですね。フォトプリントっていうのは結構いいんですけど、千代の富士っていうね、選択は結構渋いっちゃ渋いですよね。なんか難しいところだな。かっこいいのか微妙なのか、選択肢としては結構渋いところを選んだとは思いますけど、どうなんでしょう。はい、どんどんいきます。はい、次はチャレンジャーとアイスクリームのコラボ T シャツですね。こちらも XL で、結構ね、
今まで着た T シャツの中でも結構ね、あの生地とかがいい感じで、なんか物がいいっていう感じですね。まあ、デザインもね、すごいスケーターっぽいんで、僕は今回の福袋の中では一番好みかもしれない。はい、次。はい、次はリアム・ホッジスの T シャツですね。まあ僕はグレーの T シャツ持ってなかったんで、初のグレーということで、いいかもしれない。はい、まあこちら XL だけどね、他の XL よりはちょっと小さめな感じですかね。まあジャストっていう感じで、まあいい感じですかね。はい、ナイキのジョーダン T シャツですね。まあこちら L サイズで、まあやや他のよりちっちゃめって感じですかね。まあでも結局、まあ、T シャツって何言ってもそんな変な風にはならないですよね。意外にいい感じだと思います。はい、次。はい、ジェイデン・スミスの、パーカーですね。まあこちらは白なので、僕って なんか T シャツ以外だと白がすごく似合わない気がするんですよね。まあ柄もね、僕的じゃないので、これは今回唯一着ないやつかもなって感じですね。うん、はい、こんな感じです。はい、2つ目のジェイデン・スミスの、パーカーですね。まあ、こちらね、結構派手で奇抜ですけど、僕は結構これは好みかもしれないですね。うん、これ案外そうだな、下がスウェットとかだったら結構かっこいいような気がするな。なんかセットアップとかでね、下もあったらいい感じかもしれないですね。はい、というわけで、今回は、グレートの、2万円福袋の開封動画でしたが、まあ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 、アウターとかね、パンツは入ってなかったけど、まあ7万円分入っていて、まあ結構着れるものも多かったので、まあ満足ですかね。まあ福袋はね、楽しいですよね。また来年も買いたいと思います。それじゃあ、またねー。